ありがとうございます。さまざまに、この半年、皆様チャレンジしてきたことと思いますが、その中で見えてきた課題もあるかと思います。皆様がお祭りをですね、今後、継続していく上で課題だと思っていることをですね、お伝えいただければなというふうに思います。それではですね、みちのくの山本代表理事からお願いいたします。それではですね、資金面についてお話ししたいと思います。私どものお祭りは毎年約3000万円の開催費用がかかります。テナントチーム参加費、桟敷席、看板広告、ガイドブック等の募金等で賄っております。22回が台風で、23回はコロナで中止になったことで、キャンセル料や事務所運営費など非常に資金面で大変な思いをいたしました。コロナでの地元企業が落ち込んでいることもあり、そして来年は東日本大震災から10年目の年に当たりますので、今後地元企業と提携して祭りの地域の活性化につなげていけたらと思っております。毎年約40名の学生実行委員が加わっております。学生は 2,3 年で退会するので、祭りに対する思いを継続していくことが難しいと思っていました。祭りの現象についてお話ししたいと思います。祭りの主催者側の問題ですが、初年度は参加34チームから始まり、10回目の参加は260チームがピークで、それ以降減少しております。参加チームの減少はしっかり受け止め、今後より多くの方々が参加していただけるように、演舞会場の見直し、そして次世代を担うジュニアチームの育成など、企画内容の面でも進めていきたいと思っております。コロナの収束が見えない現状ではありますが、来年の開催は皆様からのご意見を伺い、万全の対策を練り、一からお祭りの基本に戻り、皆さんから支援され、愛されるお祭りを目指していきたいと思います。ぜひ来年はみちのくよさこい祭り、ここ仙台でお待ちしております。以上です。はい、ありがとうございました。それではですね、千葉の金崎理事長、お願いいたします。はい。これからの課題というのはすごく、すごくみんな大変だと思います。そんな中で、やはり、開催することがやっぱりすごい難しいじゃないかなと思います。だからここはやっぱりその各のお祭りだけ見ても、よさこい系のお祭りだけ見ても、やっぱりこう個々に自分たちのお祭り、自分たちの祭りってやっていますので、今世の中の流れが、例えば YouTuber なんかは、例えば食事している、動画だけでも、やっぱり100万回再生とかですね、すごい伸びを見せてるんですね。で、それはいきなりそういう爆発的に伸びたんじゃなくて、やはりその YouTuber という人たちは、そのどんな人たちが市民に見てもらえるか、どんなものに興味を持ってもらえるかっていうのを模索した結果、そういう数に反映してるんじゃないかなと思います。それに比べると我々たくさん人数を使ってる割にはなかなかこう結果が出ないっていうのは、やはりまだお祭りっていうのがまだまだ敷居が高い。そしてお祭りで今こう飽きてるとか衰退してるってよさこい系のお祭り言われますけれども、それは私たちやっぱり長年やってきて自分たちが飽きてしまったんじゃないかなと思うんですよ。で、飽きちゃってる人たちがそういうふうに思うのは致し方ないことで、そういった
新しい風をどんどん入れていくっていう仕組みもこれからの課題になっていくんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは日本海の新谷専務お願いできますでしょうか。はい、で、まあ、皆さんいろいろそれぞれの悩みというかね、課題があるかと思いますけれども、私たちの組織としてもやはり、まあ、チームの正直減少しております。またそのチーム各チームの、参加人数も少なくなってきていることは、まあ、現状でございますので、まあ、これからさっきね、25年30年続けるようにはいかに魅力のある組織であるかということを、まあ、前面に打ち出すような、組織づくりが、重要かなと 思っております、まあ、ただ減少のチームが減少する中で、まあ、資金面、組織を運営 していく中で、資金面というのが一番問題になってくるかと思います。正直、私たち、まあ、チームの負担金も当然ございますけれども、地元企業、主な公園であります、新聞社さん、また、行政さんから、かなりの協力金もいただいて運営しているわけなんで、それに見合うような、魅力ある組織づくり、祭りづくりというものが、やっていけば、おのずとチームなり、そこに携わる人たちが、まあ、増えてくるんじゃないかなというところで、まあ、何遍もお話しするように、まあ、継続をしていくことが一番の目標であり、課題であるかなというところで、思っております。まあ、皆さんのそれぞれの地区のお祭りもそうですけれども、継続ということが最大のポイントになってくるかなと思っておりますので、これからもそれに、対応するように組織委員会としては、やっていくつもりで、動いております。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではですね、日本の真ん中松の岡田理事長をお願いできますでしょうか。今回の最終的な経済面のそろばんはやっておりませんけれども、まあ、幸い主なスポンサーの方のご支援もいただいております。で、今回 のテレド祭りは参加は一切無料というふうにいたしましたので、そういった意味でどういう決算になるかというふうに思いますが、まあ、なんとか、そう大きな赤字にはならないんじゃないかというふうに期待しております。ただいまの時点ではまだ答えは出ておりません。それで、まあ、今後の課題ということですが、まあ、おかげさまでチームの参加はずっと増えているんですけれども、まあ、会場のキャパシティもあります。それからもう一つ、やはり地球温暖化という問題が非常に大きくて、この土祭りの二十数年の歴史というのは、あれですね、熱中症との戦いであったというようなこともありまして、初期の頃は熱中症でバタバタという状態があったわけですが、今はおかげさまで、大勢のドクターの皆様のボランティアで、まあ、熱中症で倒れる人はもうほぼゼロになったというところが来ておりますけれども、まだまだ温暖化が進んでいきそうな中で、この熱中症に対してどうするかというようなことは一つの課題としてあるのかなと思います。それと先ほど私どもの祭りがそれぞれの地域の文化の掘り起こしということになりますので、それはそれで一定の成果を上げておりますけれども、絶えず創造進化していくということになりますと、どうしても前年度に優勝したチームの真似が出てくるということでですね、創造的にやるにはどうしたらいいのかというクリエイティブな部門についての学習というのはもっと必要かなと思っております。私どもでは毎年2月にゲロでリーダーの合宿をやっておりまして、今年の祭りはどういうふうにやるべきかということについて、まあ、夜遅くまで熱心な討論をしているわけですけれども、まあ、そういう中からみんなが創意工夫して新しいものを出していく。ですからお客様が減らないのも今年の土祭りはどうなるだろうということで、去年とまた違うものを見る楽しみというのが
あるというところが、いわゆる日本の伝統的なあの芸能文化とはちょっと違うところで、毎年新しいショーが見られるというような要素が一つあるのかなというふうに思っております。で、ね、コロナ、ウィズコロナということで、まあ、コロナとともにということをニューノーマル、新状態ということですが、新状態という中ではやはり今の段階でどうやったらいいという正解はなかなか出てこない。出てこないけれども、一つのあり方としては、まあ、ハイブリッド、ネットもやる、リアルもやると。でリアルをやるときに汗をお互いにぶつけ合いながら踊るというのは、おそらく今年、来年の夏を認められないだろうとすると、まあ、インドアでそういうような空間が取れるのかとか、まあ、いろんなことは今後検討しなきゃいけないんで、いずれにしても、テレド祭り的な要素を残して、生きながらどう工夫していくかと。リアルの楽しさをどうやっていくか。まあ、ド祭りでも過去に何度か劇場版ド祭りということをやりまして、3000人ぐらい入る会場を使って、満員にしてやったことも3度ありますので、そういったような方向も一つの方法かなと思いますが、まあ、今の段階ではいろんなやり方についてこう模索していくというようなことしか申し上げられないと思いますけれども、どうもテレド祭り的な要素はやはり残してほしいという声がどうもあるようですので、この辺はもっともっと工夫していく。で、今年の、入賞した上位チームのを見ると確かに見て面白い。もう一つはその映像を撮ったところでは仲間が集まっていろいろ工夫して交流してるんだなっていうことも画面を通して伝わってきますので、たかがテレされどテレということで、やっぱり人間が地域の魅力を掘り起こしながら映像を映している現場があるんだということで、過去のアーカイブ映像だけではないぞというところがですね、この祭りの良さかなというふうに思っていますので、まあ、これから来年の5月頃までかけていろいろ、今年も来年も2月に合宿やるかやらないか、こういう状態ですか分かりませんけども、合宿しないまでもみんなのそういう工夫でよって新しい祭りの方向性を見出したいと、こういうふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、宮城会長お願いできますでしょうか。はい、まあ、課題はたくさんあるというふうに思います。で、その中でやはり資金面はずっと継続してやってきましたので、いろんな方に資金協力していただいて、組織委員会に成り立っておったわけでございますけども、今年は当然、皆さんにご協力いただくことがなかなか難しいということで、ただ組織委員会を運営していく経費はやっぱりかかりますので、まあ、その点については今十分検討をしておるところであります。また将来にわたってはこの1年間結局開催することができませんでしたので、まあ、ずっとですね、組織委員会を継続的に委員会を開催していろんな課題を掘り起こして、一つずつ来年に向けて、新しい年に向けて、いろんなまずその辺の課題を掘り起こして一つずつ潰していくということを現在、やっております。資金面もそうでありますし、どうやって、組織委員会を維持運営し、維持拡充し、いろんな方に手伝ってもらって運営していくかということも一つの大きな課題というふうに思います。我々は、北海道の学生実行委員会の皆さんや日本の真ん中祭りの学生実行委員会の皆さんに随分ボランティアで助けていただいて運営をしておりますので、自分たちでもできるだけ若い人たちに運営に携わっていただく方をこれからも、お願いをし、協力者を募っていかないといけないという大きな課題があります。またチーム数はおかげさまで減少はしておりませんけども、やはり いろんな地域の人にたくさん、県外からも県内からも県外からも津市以外のチームもたくさん来ていただいております。ただやはり津祭り、先ほどからお話してますように津祭りでありますので、やはり地元のチームをですね、やはり
できる限りたくさん出ていただきたいと思いますし、先ほど岡田理事長の話のあったように地域おこしでもありますし、そのための祭りでありますので、ぜひ我々は、まあ、個人的な意見ですけれども、初心に立ち返って、初めの頃はですね、練習会等もやって新しいチームを作ってもらうというような試みもしておったわけでありますので、まあ、そういうことも踏まえて、組織委員会で、来年に向けて、もうそんなに時間があるわけではありませんけども、メンバーと協力しながら議論をして、やはり、初心に立ち返り、地域の寿司のチームが1チームでも増えるような努力を今後安納強さ組織委員会としてはしていく必要があるのかなというふうに思います。コロナ禍ですので運営についてもいろいろ検討する必要が出てきます。それも一つ一つ潰しながら来年はぜひ開催をし、多くの人たちに参加いただき、盛大なつまつりを開催できるように努力していく必要があると思いますので、いろいろ各地域の皆さんにもまたご支援をいただき、ご協力いただくことになると思いますけど、頑張ったのか来年はぜひ開催したいというふうに思っています。以上です。はい、宮城会長ありがとうございました。それでは最後にですね、竹本会長の方からもお願いできますでしょうか。はい、竹本でございます。まあ皆さんがおっしゃった通りのことでございますけれども、やはり今考えなければいけないのが、やはりよさこいを始めた時の原点に一度戻ってみようと。先ほど宮城会長もおっしゃってましたように、最初の志をですね、我々が振り返ってみて、また今新しい、新たな人たちを育成し、市民に受け入れられるような祭り、市民から支援をしていただけるような祭り、そして市民の皆さん、踊り子も含めまして全ての皆さんが楽しめる祭り、それを原点に考えを、もう一度考えてやっていかなければいけないなと思っております。以上です。はい、皆様ありがとうございました。各それぞれの、お祭りにおいてですね、いろんな課題もあれば、資金面だったりとか、チーム数だったりとかですね、共通する課題も多いのかなというふうに、感じました。そのあたりですね、受けまして、北海道のよさこい空祭り組織委員会の星野会長からも、一言、いただきたいと思います。はい、はい、星野でございます。それぞれ今ご発表があったように、よさこい騒乱祭りも同様に資金面では相当な厳しい状況にございます。まあ、なんとか本祭りと、そしてもう一つは全体の復旧振興等々についてのお金をスポンサーさんの方からもいただき、また参加料の一部を使ってそういったものを努力をしておる最中でございます。ただ一つこう、まあ、30年近くここでコロナということで考えてみますと、やはり当初よさこい騒乱祭りというのは民間の力であまり行政政府を当てにしないと、政府というか税金を当てにしないという形でスタートをした。またそれが誇りでもございました。ただ20回を過ぎて30回近くになってきますと、200万人の動員をするという、まあ、雪祭りなんかと比べると、もう同様のやっぱり札幌、北海道の経済にとっては大きな一つの事業になってきてます。まあちょっと余談ですが、雪祭りなんかは圧倒的に札幌市の税金を使って、自衛隊の訓練と称する労力を使い、市民ボランティアをの協力を使って雪像を作り、あと運営については各それぞれの地元の放送局が中心になって、まあ、民間のスポンサーとしての役割を果たしていると。で、まあ、これがほとんど学生実行委員会、そして組織委員会、
それから皆さんの協力の参加費等で運営をして1年間を過ごしていると、こんな状況でございます。ただこれからやはりこのコロナで経済的な問題が非常に、観光経済これが叫ばれている中で、私どもも一つは大きな責任があるだろうと。でこれはやっぱりしっかりした、もし仮にいい加減なことをすれば社会的な責任をよさこい相談の事務局あるいは我々としても取られる可能性があると。でこうした面ではやはりこのコロナっていうんでもう一度私も考えさせられたんですが、やっぱり行政当局としっかり安全面だとか、先ほどお話も出てました、安全面だとかそういうところをしっかりした上で開催にをしないとやっぱりダメだろうと。それからもう一つは練習についても、それぞれ北海道での地域のやっぱり保健所とかそういったところと地方自治体の指導の下で練習をするだとか、こういった社会的な責任を我々は課せられてきているのが状況だろうというふうに思っているところでございます。まあ、もう一つは加えれば、来年一番やはり頭の痛い部分っていうのは、屋根付きじゃなくて外でやるというのがよさこい本来の踊りのスタイルですから、その中ではやっぱり雑踏のコロナ対策と、こういったところを一つどうクリアしていくのかという問題が大きなこれからのテーマだというふうに思います。以上でございます。